木ぬたした浄水所は東京都世田谷区の浄水場。東京市への排水を担う渋谷浄水道の浄水場として1923年に竣工し、戦前、戦後を通して東京市に排水を続けてきた。明治時代、日清戦争、日露戦争を経て、東京市は爆発的な経済発展を遂げており、人口の増加に伴い、水道の整備が急務であった。 政府は1909年、中島栄治博士らに水道需要と建設の計画策定に関わる調査を委託した。これが我が国において大規模な近代水道を整備する始まりとなった。後に水道整備を加速するため内務省による水道条例の改正が1913年に行われた。それまでの水道条例では、 たとえ民間水道会社が水道を敷設したとしても、一定期間後に、当該市町村に水道を移譲しなくてはならない、条件が付けられていた。このため、それまで民間水道会社の設立、参入には、消極的な向きもあったが、所定期間後の移譲を優償にする等の改正によって、民間水道会社の設立が促された。これにより最も古いのが、玉川水道であり、 渋谷町水道は2番目である。結局、市営は3つにとどまり、公営企業も1932年の東京市大合併に合わせて、東京都水道局に吸収された。木ぬたした浄水場は、駒沢給水所とともに、大正6年に計画がなされ、1921年に着工、1923年に竣工した。設計者は、中島英二工学博士。 今も、なお対象の面影を残す世田谷区及び渋谷区に給水する木のたした浄水所は渋谷町水道として1923年に建設された。その後、1932年に東京市に引き継がれた。施設能力は日量7万立方メートル、路貨地層面積は約9344立方メートルである。現在取水は、 縦型収水位1基、収水枚挙4本により、玉川の伏流水を減水として行っている。また、浄水節備えが更新され、観測ろ過方式から、能率の良い膜ろ化方式に切り替えられている。東京近代水道100年支部門市、観光時点においては、弁毛藻類の繁殖防止のため表面に、遮光ネットが貼られている。 駒沢給水所を経て給水された区域は東京市豊田間郡渋谷町全域。1日の給水量上限は1人当たり110リットルだったとされる。大正時代初期から急激に人口が増えた渋谷町のライフラインとして戦前戦後の長らくにわたって役割を果たした。2008年2月、世田谷区第二回地域風景資産に選定された。 ABCDEFG 東京都水道局東京近代水道100年史1999年11月全国書四番号2000万 5329ABC 駒沢給水道風景資産保存会相当2010年4月ボリューム 6ABCDE 東京都水道局木縫た下浄水場 東京近代水道百年支部門市1999年11月1 5 9 1 6列ページ目。駒沢給水等風景資産保存会2009相当2009年4月ボリューム5。ありがとうございます。